はい、こんにちは、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問をいただいております。ご質問は、私は今ダイエット中なんですが、ダイエット中におすすめの食べ物とかありますか？三木谷先生がダイエット中に、食べてるものとかあったら教えていただきたいですっていうご質問ですね。まあ、昔からダイエット系のね、質問ってすごく多いので、今日はね、久々にダイエットについてお話ししようと思うのですが、ご質問がですね、ダイエット中におすすめの食べ物ということなので、今日はですね、ダイエット中に食べていいものと、食べてはいけないものっていう、テーマでお話しさせていただきたいと思います。で、大前提としてダイエットって辛いんですよね。マイナスカロリーで何日間かずっと生きていって体脂肪を燃焼させて体重を落とさないといけないわけですよ。なのでダイエットする前はですね、普段は食べたいものを食べてたわけですよ。食べたいもの、美味しいものを食べたい時に、食べてたわけです。欲望のままに食べてきたので、オーバーカロリーになって、で体脂肪を蓄えてしまったわけですよね。好きなものをね、パクパク食べちゃったから。なので太っちゃったので、今度はマイナスカロリーにして食べたいものを我慢する、お腹空いてるのに食べないっていう空腹との戦いをしないといけないわけです。食欲との戦いに勝つことができれば、マイナスカロリーで生きていって体脂肪を燃焼させて体重を落とすことができるわけですよ。だけどやっぱり食べたいのに食べれないのって、精神的肉体的なストレスがかかってしまうわけですよ。なのでダイエットを成功させる鍵って、いかにそのストレスを減らすかってことなんですよ。っていうのは、もう食欲をいかに抑えて精神的肉体的苦痛を少なくするか、ダイエットを成功するかしないか、これが鍵なんですけれど、じゃあどうすれば食欲を抑えることができるかっていうことになるんですけど、それはですね、まずそのこれを食べると食欲が増してしまう、食欲が暴走してしまうっていう食べ物があるんですね。だからそういうのをまず抑える、食べないようにするっていうことが大事なんです。でそういう食べ物って、食べれば食べるだけですね、どんどん脳内で報酬系の回路がですね、活性化してですね、脳内でドーパミンが分泌されてですね、美味しい、気持ちいい、もっと食べたいってなって、で仮にそれたくさん食べてお腹いっぱいになっても、またしばらくするとまたあれが食べたいって思っちゃうんですよね。依存性のある食べ物ってあるわけですよ。じゃあどういうものが依存性があるかっていうとですね、糖質と脂質の塊に適度な塩味をつけたもの、これね、最悪なんですよね。例えばポテトチップスとかフライドポテトとかカッパエビセンとか、あとラーメンとか、そういったものですよね。他にもいろいろあると思いますけれど、こういうものって糖質と脂質と塩をですね、もう絶妙なバランスでパッケージしたもので、これを食べるとですね、もう脳内の報酬系がね、活性化しまくってですね、ドーパミンがいっぱい出るんですよ。なので、やめられない、止まらないんですよ。もうまさにかっぱえびせん状態になっちゃうんですよね。パク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 食べて、もう大きな一袋一回開けたら、それ全部なくなるまで食べちゃうんですよ。でもう一袋あったらもう一袋開けちゃったりとかするっていうね、非常に危険な依存性をね、高い、食べ物なんです。これはね、やっぱり食べちゃいけないわけですよ。でなんでこんだけ依存性があるかっていうとね、それはですね、そのメーカーはですね、そういった加工食品を徹底的に研究し尽くして、そういう商品を販売してるわけですよ。だってその商品をね、たくさん売って、利益を出すためには、いかに消費者にその食べ物を依存させて、商品を売るか、言葉悪いんだけど、なんかしゃぶ漬けにするぐらいの気持ちで、そういう商品を開発して売ってるわけですよ。だからそういうのを毎日食べてる人いるじゃないですか。毎日ポテチパリパリ食べて太っちゃってる人いるでしょ。もう完全にですね、言葉悪いんだけどしゃぶ漬けにされてる状態なんですよ、そのメーカーからね。だからそういうものはやめましょうと。基本的に糖質と脂質っていうのは脳内の報酬系を刺激して依存性を作るんです。ドーパミンが、出てしまうわけですよ。なのでそういった食べ物以外にもね、例えばカツ丼とか、あとね、揚げ物とかね、ダイエット中はね、最悪なんですよね。ドーナツとか天ぷらとかフライドポテトとか揚げ物っていっぱいあるんだけど、だって
揚げ物って別に揚げて食べなくてもその素材だけ食べた方が絶対いいと思うんですよね。いやそれはね、そのお腹いっぱいになりたいとかカロリーを増やしたいとかそういう意図があるんだったらいいんですけど、まあ、例えばさつまいも食べるにしてもお魚食べるにしても豚肉食べるにしてもですね、じゃがいも食べるにしてもですね、そのまま煮て食べる、焼いて食べるでその素材の栄養って吸収できるのに、わざわざ、糖質の衣をたっぷりつけてで油で揚げてですね、糖質と、脂質をトッピングして食べるわけですよ。それ美味しいですよ。でなんで美味しいかっていうと、やっぱり糖質と脂質によって脳内の報酬系が刺激されて、ドーパミンが出て気持ちよくなるからなんですよね。なので揚げ物は食べないで、なるべくその揚げる前の素材だけ食べましょう、これがいいですよね、うん、ということでですね、そのなるべくその糖質脂質の比率を下げるっていうことが大事なんですけど、その比率を下げるっていうのはポイントがありましてね、三大栄養素ってありますよね、タンパク質、脂質、糖質、これを PFC なので、このバランスを PFC バランスって言うんですけどね、まあ、PFC バランスってね、まあ、理想的だって言われてるのは、15対25対60ぐらいなので、タンパク質が 15%、 脂質が 25%、糖質が 60%、まあ、こんな感じが理想だって言われてるんですけれど、まあ、大抵ねそのダイエットに失敗する人とか太ってる人、いつもパクパク食べて痩せたいのに 太っちゃうんですって、私食べてないのに太っちゃうんですとか言う人っているじゃないですか。なんかそういう不思議な人っているんですよ。もう空気と水だけでエネルギーを作り出すなんか特殊な、ね、体質の人っているんですけれど、実際そういう特殊な体質の人って一日に食べてるものですね、正直にノートに書いたりとかするとですね、完全にオーバーカロリーになってるんで、まあ、食べてないって言ってるのに、太ってるっていう人ってね、大抵オーバーカロリーなんですよ。はい、で話戻すんですけれど、まあ、そういうですね、特殊なですね、空気と水からエネルギーを作り出して体脂肪を蓄える人って、まあ、大抵ですね、PFC バランスが悪いんですよね。大抵タンパク質の割合が低くて、その分脂質と、糖質の割合が、高いんです。っていうのはですね、やっぱりタンパク質の比率を上げる方がダイエットってうまくいくんです。先ほど話した通り、糖質と脂質っていうのは脳内の報酬系を刺激して食欲を暴走させるんですね。だけどタンパク質っていうのは逆に食欲を抑えてくれる作用があるんです。タンパク質を摂取するとその体内で、まあ、レプチンとかあと GLP-1 っていう食欲を抑えてくれるホルモンを分泌させてくれるので、タンパク質を多めにとって食欲を暴走させないようにするっていうことがですねポイントなんです。なので僕は普段から PFC バランスはタンパク質の比率を高めにして、その分糖質をちょっと低めにしてるんです。僕の PFC バランスは25対25対50なんです。なのでタンパク質が 25%、 脂質が 25%、 糖質が 50% にしてるんですね。僕はね基本的に体重かける2倍の、グラム数のタンパク質を取るようにしてるんです。僕だいたい70キロぐらいなので 70×2 でだいたい140g、まあ、場合によってはそれ以上取ったりとかするんだけど、となると 140×4 でだいたい1日540キロカロリーぐらいの、タンパク質を取るわけです。でその、タンパク質の倍の糖質を取るようにしてるんですね。で残りを、脂質で取るようにしてるんで、まあ、結果的に25対50になるわけですよ。そうするとタンパク質の比率が増えることによって自然に食欲が暴走しないことになるわけです。ということで、なるべくねタンパク質の比率を上げるっていうことが大事で、糖質と脂質ばっかりのものを食べるとね、食欲が暴走するだけですよと、まあ、そういうものは食べない方がいいですよと。あとはねやっぱり甘いものを食べないようにした方がいいですね。特に甘いお菓子、加工食品のお菓子は食べない方がいいです、まあ、ケーキとかドーナツとかポッキーとかプリンとかあとジュースとかよくないですね。っていうのは
こういうね、甘いものも報酬系を刺激してですね、脳内でドーパミンが出て、もっと食べたい、もっと食べたいって、なってしまうわけですよ。というのは人間ってその本能的に甘いものを欲しているんですよ。その脳がそういうふうにですね、多分生まれた時からプログラミングされている状態なんですよ。っていうのは、その太古の昔、原始時代とかって、まあ、常に人間ってね、その飢えて生きていたわけですよ。今みたいに飽食の時代ってね、昔だとそうないんでね。で、まあ、果物ってあるじゃないですか。昔って食べるもので甘いものって、まあ、果物ぐらいだったと思うんですけれど、でも果物ってある時木になってますよ。でも短時間のうちに落ちて腐ってしまうわけなんですよね。だから果物って食べれる時に食べないといけないんです。やっぱりその本能が残っていてですね、やっぱり甘いものは別腹でいつでも食べれるんですよ。で、常に甘いものを欲していて、早く食べたい早く食べたいっていうふうに人間の脳ってなってるわけなんですよ。なので甘いものは別腹っていう言葉ありますよね。あれって医学的にも本当で、例えばレストランでフルコースを食べてもうお腹いっぱいになったんだけど、最後にケーキが出てくるじゃないですか。そうするとですね、それ食べれちゃうんですよね。っていうのはお腹いっぱいになって胃がパンパンになっても甘いものが出てくると急にですね、胃と消化管の前動が更新してですね、胃の中に、いっぱい入ってたものがですね、十二指腸、小腸の方に流れていって胃にスペースができるっていう研究結果があるんですよね。なので甘いものは別腹って本当なので、なので甘いものを食べるとですね、たくさん食べちゃうし、あとデザートも、まあ、なるべく食べない方がいい、まあ、ダイエット中はね、なるべくデザートとかも食べない方がいいわけです。だけどやっぱりね、どうしても甘いものって食べたくなると思うんですよ。ずっと食べてた人なんかは特にね。じゃあどうしたらいいかっていうと、どうしても甘いものを食べたくなったら、僕のおすすめは果物を、食べてください。精製された加工食品、お菓子、ケーキとかね、そういうものよりも果物を、そのまま食べた方がいいですね。果物でも最近の果物って甘くて美味しくて、いいと思います。で、果物なんでいいかっていうと、果物ってね、まあ、食物繊維が豊富なものが多いわけですよ。バナナにしてもリンゴにしてもね、キウイにしてもね。で、あとそれ以外のね、栄養素も含まれていて、まあ、加工食品に比べると栄養価が高いっていうのもあるわけですし、まあ、結局その食物繊維と一緒にですね、糖分を取った場合っていうのは、まあ、比較的血糖値の上昇が、緩やかなんですよ。で、加工食品だと精製された糖とかがたくさん入ってるし、あと食物繊維も含まれてなかったりとかするんで、急激に血糖値がガーンと上がって、でインスリンがバーッと出て、で急激に血糖値がガーッと下がって、でそれによってまたですね、血糖値が下がったことによってお腹が空いてっていうことになるんで、食欲が暴走していっぱい食べちゃったりとかするんですけど、まあ果物の方が緩やかに血糖値が上がって、すぐにお腹が空いてすぐに食べたくなるっていうことはないわけですよね。あとはまあ食物繊維によってですね、腸内環境が良くなるとか、まあ後で詳しく説明しようと思うんですけど、で、あとはね、なるべく果物はですね、皮ごと食べることがおすすめです。まあ、例えばリンゴとかブドウとか、あとね、キウイとかね、あと柿とかもね、皮ごと食べれますんで、しっかり水洗いしていただければですね、だいたい農薬落ちるって言われてますんで、皮に栄養素とか食物繊維がね、たくさん含まれてますんで、まあさすがにバナナとかみかんはですね、皮ごと食べるのちょっと厳しいかもわかんないんだけど、まあ結構ね、好きな人は、こだわる人なんかはバナナとかみかんも皮ごと食べたりするってことはありますんでね。ということですね、食物繊維はダイエットにとってプラスになるんですよ。じゃあここからはダイエット中にね、これを食べるといいですもの、いいですよっていうことをね、説明していこうと思うんですけど、なので食物繊維が豊富なものを食べるといいわけです。食物繊維と糖質を一緒に食べた場合でも血糖値の上昇が緩やかになるっていうのもあるし、あと食物繊維っていうのは、まあ、腸内をゆっくり移動してくれるので、まあ、腹持ちがいいんですね。あとは、まあ、糖の吸収がゆっくりになるってことと、あとは食物繊維自体が
腸内細菌の餌になるんです。それなのでそれによって善玉菌が増えて、で善玉菌がですね、その短鎖脂肪酸というものを作り出してくれるわけです。でその短鎖脂肪酸が腸から吸収されて、それが血液を介して全身に行って、で短鎖脂肪酸がですね、脂肪細胞に働きかけて、それによってその脂肪の取り込みを抑えてくれたりとか、基礎代謝を更新させてくれたりとかするので、それ自体がダイエット効果があるわけです。あとは短鎖脂肪酸ってね、悪玉菌を減らしてくれるとか、あと腸のバリア機能を高めて、ウイルスとか病原菌からですね、その消化管を守ってくれるとか、いろんなプラスな作用があるってことが分かってきてますんで、食物繊維をしっかり取るってことはダイエットにとっても健康にとってもプラスですよっていうことになります。なのでじゃあどんなもので食物繊維取るといいかっていうと、例えばですね、まず穀物、主食としているパンとかご飯を食べる場合、それはねやっぱり白米とか食パン、白いパン、あと菓子パンとか揚げパンとか食べない方がいいですね。そういうものを食べるよりかはまず玄米を食べた方がいいし、あとは全粒粉のパンを食べた方が食物繊維が豊富でダイエットにとってはプラスですね。あとはねおすすめなのはねオートミールですね。オートミールなんかは例えば減量中のボディビルダーの方、減量中じゃなくても、筋トレしてる人ってよくオートミール食べてるんですけど、やっぱり医学的にもですね、栄養学的にもオートミールってプラスになることが多いんです。食物繊維が豊富だし、それ以外の栄養成分も含まれてるんで、食パンとか白米食べるよりかはオートミールがおすすめですね。あとは当然根菜類、ごぼうとか、かぼちゃとか、そういった野菜、あとね、ひじきとかね、海藻とか、あとは葉物野菜でもいいし、あとキノコとか、こんにゃくとか、あとナッツとかね、食物繊維が豊富なものを食べるとダイエットにとっては、プラスです。もちろんね、ナッツだってね、脂肪分含まれていて、根菜類だって糖質が含まれてるんですけれど、白米とか、あと加工食品のお菓子とか食べるよりかはですね、そういったもので、脂質や糖質を取る方が、ダイエットにもいいし健康にもいいわけです。なのであとね、ダイエット中に食べていいものってなるとですね、やっぱり最初にもお話した、タンパク質ですよね。タンパク質を、しっかりね多めに取るっていうことが大事で、でなのでタンパク質取るでも、焼肉屋さん行ってねお肉食べるのでもいいんですけど、なるべく脂肪分の少ない赤身の肉を食べた方が当然いいわけです。焼肉屋さんで注文するにしても、カルビとかよりかはその赤身の少ない、お肉の方がいいし、あと和牛とかね、霜降りのサシがいっぱい入ったもの、わざわざね脂肪をたっぷりつけてお肉食べることはないわけで、あとホルモンにしてもさ、脂肪がいっぱいついたホルモンってあるじゃないですか。もつ鍋とかに入ってる。あれ美味しいんですけど、やっぱりなるべくタンパク質取るんだったら、脂肪分を少なくした赤身の多い肉の方が良いわけです。脂肪分がね、たくさん含まれたね、カルビとかで、白飯をガーッと食べるとね、すごく美味しいんですけど、やっぱり依存性があって、太っちゃいますんで、赤身の肉食べて、焼肉屋さんでもなるべくご飯物はね比較的少なくした方がいいんじゃないかなって思いますよね。あとはタンパク質だと魚いいですね。特に青魚なんかいいと思いますんで、青魚にその EPA とか DHA、 オメガ3脂肪酸って含まれてるんですけれど、このね EPA、DHA っていうのは体の中の褐色脂肪細胞を増加させてくれて、その褐色脂肪細胞によってですね、体脂肪を減少させてくれたりとしてくれたりとか、代謝を更新してくれたりとかね、ダイエットにとってプラスの作用があるし、それ以外にも動脈硬化が、ね、改善させてくれたりとか、中性脂肪の値を改善させてくれたりとか、プラスの作用はありますんで、お魚おすすめですね。あとね、大豆もう最高ですね。納豆とか枝豆とかそういうものでタンパク質取るのもいいし、やっぱりそういうものってね食物繊維も含まれてますんで、豆類は最高だと思います。
あとはね、やっぱりなんだかんだ言ってね、プロテインいいですよ。プロテインパウダーで、タンパク質取るのは簡便だし、まあ、何より糖質と脂質が少ないわけですよ。純度の高いタンパク質なので、まあ、腹持ちもいいし、ダイレクトに食欲も抑制してくれるわけですよ。なので、まあ、食前とか食間にプロテイン飲むのはダイエットにとってめちゃくちゃプラスになると思います。食前食間にプロテイン取ると、その後食べる食事の量を減らして、よりプラスのダイエット効果がありますので。ただしね、僕に関してはね、人工甘味料の入ったプロテインはですね、最近は取らないようにしてますね。昔はね、結構好きで取ってたんですけど、やっぱりいろいろ勉強していくとですね、人工甘味料にもいろいろ害があって、その甘味料自体が腸内細菌のバランスを悪くするとか、あとは体糖脳に支障をきたすとか、あとは、やっぱり甘いんですよね。カロリーがない、ほとんどないにしても甘いので、甘さ自体に依存して、また甘いものが取りたくなってしまう、まあ、そういう欲求が出てしまうので、まあ、なるべく人工甘味料の入ってないプロテイン、まあ、プレーンのプロテインの方が、よりダイエットにとってプラスだと思います。はい、まあそんなとこですよね。まあまあそんなところなんですけど、あと豆類取るにしてもですね、まあ、例えばお汁粉とかね、あんことか、あれは砂糖がいっぱい入ってるんで、まあ、やっぱり砂糖が入ってないものを取るといいわけなんですけどね。まあ、だけどまあ和菓子になるんで、和菓子、まあ、洋菓子よりかはマシだと思うんですよ。洋菓子って、まあ、ケーキとかシュークリームとか脂肪分がねたくさん含まれてるんだけど、和菓子って脂肪分少なくて、まあ、大抵糖質がメインなんですよね。だから洋菓子食べるぐらいだったら和菓子の方がバシっていうぐらいに捉えてもらえばいいかなって思いますね。だけどやっぱりお菓子食べたくなったらですね、さっき話したように果物を取るのがいいし、あとはまあ塩辛いお菓子食べたくなったらミックスナッツとかおすすめですね。ナッツは栄養価高いし食物繊維も含まれているし、はい、あとはねお菓子だと甘栗とかおすすめですね。甘栗も結構甘くて美味しいし、栄養価高いし食物繊維も含まれてるし、あとはねチョコレート食べたくなったら、ダークチョコレート、まあ、僕はねチョコレート効果の 86% なんかを食べますけれど、もっと甘いやつ食べるとですね、やっぱり甘いものに依存しちゃうんで、苦いくてほんのり甘いぐらいのチョコレートを毎日食べてると、逆に甘さに依存しなくてね、なので甘いものを食べてない状態でですね、たまに甘いものを食べるとね、うわ甘っってなって、もう甘いのが苦痛になるぐらいに、普段から甘いものをねなるべく避けるといいと思います。そうするとね必然的に甘いものを食べなくなるし、逆に甘いものが甘すぎて美味しくないっていう感覚になりますん で逆に甘いものをいっぱい食べてるとですね、どん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 もっと甘いものもっと甘いものをね欲してしまってね、マダムシンコの何ですかバームクーヘンとか、あとクリスピードーナツとかってめちゃくちゃ甘いじゃないですか。僕たまにああいうのを食べるとですね、甘くてちょっと逆に辛くなっちゃったりとかするんだけど、昔ああいうものをしょっちゅう食べてたら全然甘さに慣れちゃって、もっと甘いものを求めるようになっちゃうんで、まあ、なるべくダイエット中はですね、まあ、ダイエット中以外でも甘いものを避けるようにした方が甘さに依存しなくなるし、もっと甘いものもっと甘いものっていう風に甘いものを求めるっていうことがなくなりますんでね。はい、ということで、まあ、そんなところですかね。なのでね、結局ね、その世の中で売られてるね加工食品で美味しいものっていうのはですね、まあ、大抵依存性の高いものなので、まあ、基本的にですね、その加工食品の美味しいものは避けた方がいいですね。で、なるべくスーパーでその素材そのものを買ってきて調理して食べるのがいいです。お肉にしても魚にしても野菜にしても果物にしても素材をなるべくそのまま食べて加工食品を避けるっていうことがね大事だと思います。はい、じゃあそんなところですかね。じゃあ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。